鬼滅の刃やん。知ってる？今めちゃめちゃ人気で社会現象にもなっているアニメなんですよ。なので今回はね、その鬼滅の刃のアニメの人気にあやかりたいということでね、もう YouTube ネイル力なんかもうええわ、置いとこう。で、もう私もね、アニメ結構好きなので、板ネイル結構ね、お願いされるんで、で、やっぱね、ねずこちゃん描いてくださいとかめちゃめちゃ多いですよ。なので、まあ、うまい、下手置いとこう。置いといて、私はこうやって描いてるよっていうのをお伝えしていきたいと思います。で、ねずこちゃん描くのに、他のね、指にきっとね、ねずこちゃんの着物の柄描くと思うんですよ。で、私一番最初、あれ何柄っていうのかわかんないんですけども、めちゃめちゃ手こずったんで、それの描き方はちゃんと解説してお送りしたいと思うので、よかったらね、最後までお付き合いしていただけたらなと思います。YouTube ネイル塾ルーミナル、ただただ趣味で板ネイルをお送りするよ編、始まり始まりレッツ板ネイルということでやっていきたいと思います。で、まあ板ネイルそんな得意というわけではないんですけども、私が一つだけお伝えできる板ネイルのコツとしては、背景をね一度真っ白にしてもらうということですね。で、あとは薄い肌色でキャラクターの顔の大きさだけおおよそ取ってもらって描き込んでいくっていう感じなんで、別にあとはもう画流なんで特にねアドバイスすることもないんで、副音声的な感じでね喋っていくことにします。で、今、と思った方もそれ通常の反応なんで大丈夫です。そういう方は音声切っていただいて、出来上がるまでを楽しんでいただいて、いいよ、最後まで付き合ってやるという優しい方は、このままね、音声をオンにしたまま付き合っていただけたらなと思います。で、今この動画見てくれてる方ね、セルフネイラーさんなのか、ネイリストなのか、はたまた全然違う職種の方がね、この鬼滅の刃のアニメ好きで、ちょっと付き合ってくれてるのかわからないんですけども、私ネイリストしていまして、ね、ネイリストしてるとね、大体お客さんに言われるあるあるセリフがあるんですよ。で、それが何なのかと言いますと、絵が上手かったりとか、器用だったりだとか、またね、センスが良くないとできない仕事だよねって言われるんですけども、そんなこと全然ないと思うんですよ。というのもね、実際私もね、絵が上手いわけでもないし、センスがいいわけでもないし、まあ器用さはね、人よりはちょっと器用かもしれないんですけども、絵が上手い下手というよりも絵が好きなんですね。まあもともとね、漫画家になりたかったんですよ、私。で、まあ漫画家ってもうめちゃめちゃ狭きもんやなっていうことで、ネイルアートといえば絵描ける思ってネイルの道に進んだわけですけども、実際ネイリストしてると、私今ね自分の親指に板ネイルとかやるようになってから絵描く機会は増えたんですけども、それしてない時でも全然そんな絵描く機会とかなくて、で結構ねネイルで重要なんてケアとかそっちの部分なので、でまあアートってなると今もうシールとかも可愛いの売ってるんで、絵が描けへんくてもね全然可愛いアートのネイルできちゃうんですよね。でセンスというところでお話しすると、人より秀でたアーティストとかになりたいんやったらばセンスないと無理かもしれないんですけども、ネイリストとして働いてなんかちょっと食べていきたいっていうぐらいやったらば、そのデザインとかいろんな勉強しとけばある程度のレベルまで全然なれるんで、センスなくても全然大丈夫やと思います。実際私もねそれでやっていけてるので、でも不器用やから無理っていう人結構いるじゃないですか。でそれはもう練習量でどうにでもカバーできるところやと思うんですよ。でやっぱ器用やと人よりね、ゴール地点にスタート地点が近いっていうイメージ、でまあ不器用やとちょっとね人より後ろから始まるっていう感じなんですけども、全然追いつけるし全然やっていけると思うので、不器用やし下手やしセンスないから私ネイリストなれへんなと思ってる方はね、もう全然そんなことないんで、少しでもねネイリストになりたいという気持ちがあるんであれば、そんな間違った思い込み捨ててもらって、ねネイリストを目指してもらうのもありなんじゃないかなと思います。でまあ基本接客業やしね、いろんな人とね喋る機会は多いんですけども、まあ、そんな中で思ったのは、無理や言うてる人は無理やと思います。っていうのも、無理や言う人ってもう無理や言うてやらないんですよ。なんで無理やと思うんですけども、もうネイリストに限ったことじゃないんですけども、練習量と努力でどうにでもなるんですよ。何でもできることって増やせると思うんですよ。まあ練習もね、質のいい練習じゃないと、ただやみくもに練習してるだけじゃダメやと思うんですけども、練習と努力、あとはね、続けることが大事です。なので最初から無理とか言わずにね、いろんなことにね、挑戦していってほしいと思います。そしたらね、そろそろねずこちゃんがこれで完成です。はい、ではねずこちゃんの着物の柄やっていきたいと思います。まずはね、センターにまっすぐ線を引いてください。で
で引けたらできるだけ等間隔で左右に同じようにまっすぐ線を引いていきます。で線の太さ整えていただいたら一度この3本線で硬化します。硬化したら真ん中の線の中心に点を取っていただいて、左上から先ほどの点を通ってクロスするように線を引いていきます。逆側も同じようにその点を通って線を引いていきたいんですけども、できるだけ同じ角度で描くというのがコツとなってきます。でそしたら左右の線と先ほど描いた線のクロスした部分めがけて、こういう風にね平行に線を引いていってください。するとひし形というかアーガイルのような柄が出来上がります。で一度硬化していただいたら、このように真ん中のところで短めに真横に線を引いてください。そしたらこの角のところからその真ん中の線に向かって線を引いていきます。するとね三角が3つ重なったようなイメージの形になります。そしたらねお隣の三角のところも真ん中に線を引いていただいて、そこをめがけて三角が3つ重なったような形を描いていきます。あとはねこれの繰り返しで全部ね三角が3つ重なったような形をイメージして線を引いていってください。まずねこの真ん中のね形が取れてさえしまえば、あとは同じように線を引いていくだけなので、そんなにねこんがらがらずに描けるんじゃないかなと思います。もうほんま初めて描いた時ね、もうこの柄の意味がわからなくて何回描き直したかわからないんですけど、まず真ん中をね描いてさえしまえばそこに向かって同じように描く感じなんで、先ほどのねセンターの短い線さえ描いてしまえば、あとはね楽ちんに描けるんじゃないかなと思います。そしたらこんな感じで完成です。いかがだったでしょうか。今回はね、ほんと自分の好きなことをただ動画にしただけなんですけども、まあ何かね、絵を描くときのコツというか、まあ私もそんな上手くないんですけども、何かヒントになればいいなと思います。よろしければ評価ボタンとチャンネル登録の方お願いいたします。何か参考になることあったらいいな。ネイルサロンレイ、花畑るみでした。